今回はドラマおっさんずラブで大ブレイクした内田理央さんの生い立ちや出身校と家族構成やご実家についてエピソードを交えてご紹介します。内田理央さんのプロフィール。本名、芸名、内田理央。生年月日、1991年9月27日。出身地、東京都。身長、165.5センチ。血液型、O 型。趣味、漫画、アニメ、ゲーム、カラオケ。特技、イラストを描くこと、アニソンの熱唱、のり巻きが上手に巻ける。所属、レプロエンタテインメント。幼い頃の内田さんはかなりの引っ込み思案な女の子であったようです。運動やスポーツは苦手でスキップもできなかったとか。1歳の頃から大事にしているスヌーピーのぬいぐるみは泊まりの仕事の時や旅行の時には連れて行き一緒に寝ているそうです。このスヌーピーのぬいぐるみの名前はベルちゃんで、ベルちゃんのお尻に顔をうずめながら匂いを嗅ぐのが習慣だそうで、この匂いを嗅ぐと落ち着き、心が平和になる内田さんとのこと。内田さんの名前の由来は、お父さんの名前の一文字のリと、おは人が集まって中央にいる存在になるようにと願いを込めてつけたとか。幼少期から学生時代。長野県と群馬県育ちなので山は大好きなんだ。小学生の時に3年間過ごした群馬県。と、自身のツイッターで明かした内田さんですが、これ以上の情報は公開されていないようでした。内田さんが卒業した小学校は、八王子市立朝川小学校との情報があります。小学時代の内田さんは漫画やアニメが好きで、月刊少女漫画雑誌、チャオに自身が描いたイラストを送るハガキ職人だったとか。漫画のジャンルは関係なく、いとこに勧められた賭博目視録カイジにハマったそうで、その後も週刊少年ジャンプの掲載漫画を中心に、どんどん漫画愛は深まっていったようです。以前、ご自身の写真集のオフショットをインスタグラムに掲載されたことがありましたが、それがご自身の部屋で大量の漫画本に埋もれる内田理央さんの写真でした。一部だけでもかなりの量の漫画があったので、相当漫画好きであることは間違いないでしょう。中学は八王子市立陵南中学校に通っていたそうで、吹奏楽部に所属し、トランペットを担当していたそうです。トランペットを担当した理由は、お母さんがトランペットをしていた経験があるからでした。ですが、トランペットって目立つ役割が多く、ミスを注意されるのがとても嫌で後悔していたとのこと。この時代の内田さんは人と関わることが苦手だと感じ、なるべく人と関わらないように生きようと思っていた、と当時の思いを語っていました。卒業後は日本大学鶴岡高等学校に進学されました。高校の得意科目は数学で、この時代に絶対に100点取るというほど得意だったそうですが、人付き合いがうまくいかなく、一人でお弁当を食べたり、一人で帰宅していたとのこと。ある時期にはバンドを組んだこともあったようですが、短期間で終わったようです。この高校では珍しく文化祭でミスコンがあり、パンフレットの中の投票権で勝負を決めていたそうで、習わしでは3年生が優勝するそうですが、内田さんは1年生なのに優勝したそうです。高校生というと、一般的には高校1年生より高校3年生の方がぐっと大人っぽくなり、垢抜けて可愛いはずです。しかし、そんなことは関係なく優勝してしまうのですから、当時から天然美人で抜群の可愛さを誇っていたのでしょう。高校3年時にスカウトされた内田さんですが、大学進学を考えていたため断り、エスカレーター式で大学に進学。ぼっちの高校生活が影響か、高校2年の時に中退をしようと考えていた内田さんでしたが、隣のクラスに友達ができたことで中退しなくて済んだそうです。その友達と一緒にお弁当やお菓子を食べたり、ノートの貸し借りをしたり、帰りにカラオケによってアニソンを歌ったりして楽しい高校生活を過ごせたとか。その友達のことを今でも親友で、
本当に大好きで大切な友達と語っていた内田さんでした。出身大学は日本大学法学部経営法学科です。内田さんは法に無知で法と経営学は生活上関わってくると法学部を選んだ理由をお話しされていました。その他の理由ではやりたいことを見つけるためだそうで、勉強していて楽しいと当時の心境を内田さんのブログで明かしていました。芸能界入りは大学生の時で、在学中の2010年にスカウトされて芸能事務所入りを果たしています。スカウトされた場所は渋谷109で買い物をしている時で、スカウトされるまで芸能界には興味がなかったとか。しかしその1週間後に行われた日テレジェニック2010のオーディションで見事合格し、グラビアアイドルとして活動を始めたようです。デビュー後は忙しかったでしょうが、きちんと大学は卒業されていますので、努力家で真面目な方なのでしょう。芸能界入りの2週間後には何のレッスンもなしに芸能活動が始まったため、ド新人アイドルのキャッチフレーズで活動をしていたそうです。異例のスピードで芸能界での活動をした内田さんでしたが、仕事に恵まれない大学生活を過ごすようになり、4年生の時の仮面ライダードライブのオーディションに落ちたら芸能界から引退しようと考えていたと明かしていました。内田さんのご家族は、ご実家は八王子東浅川町にあるスタバの近くだと言われています。お金持ちだとも噂されていまして、その噂の元になったのが内田さんのインスタ画像でした。家族構成は父、母、リオ、弟の4人構成のようです。家族全員が何らかのオタクであるオタク家族だと語った内田さんですが、そのメンバーを紹介いたします。父親は車好きなお父さんだそうです。お名前やお仕事などは一般人であるためか公開されていません。母親はシルベスター・スタローンと昭和から平成までの全部の仮面ライダーのオタクだとか。弟は3歳年下の内田家のご長男で、内田さん曰く電車オタクで、弟の部屋からは夜な夜な電車の発車ベルが聞こえてくるとのこと。また撮り鉄であることも明かされていました。結婚願望を問われた際には、すぐにはないんですけど、目標は32歳ぐらい。小さい頃は27歳と言っていたけど、無理だなぁと思って、と答えていました。結婚願望はあるようですね。ちなみに、内田さんは好きな男性には素っ気ない態度をとってしまうそうです。今回は内田理央さんの生い立ちや出身校と家族構成についてご紹介しました。内田さんのご家族がオタクとは意外と思われた方もいるのでは？これからも内田さんのご活躍が楽しみです。